日本テレビの日本テレビニュースエブリーの加藤と申します。よろしくお願いします。私の祖母も耳がとても悪い人間でした。ただ彼女はあなたが言ってるのと同じように耳元で大きな声を出せばわかる、それぐらいのレベルでした。祖母は補聴器をつけて、そうすれば日常生活に支障はありませんでした。もし少しずつ聞こえてきているのとということであれば、50デシベルぐらいが聞こえるのであれば補聴器を使うという選択肢はあると思うんですが、試したことはあるんでしょうか。もしないならばどうして試さないのか。耳が悪いままの自分という方が都合がいいんでしょうか。いや、そういうことはありません。補聴器は3つ持っております。自分でその聴覚者認定を受ける前に買った、東京で買ったシーメンスというドイツのメーカーの補聴器が1台、あと横浜の綱島というところの、これも認定を受ければ、ただ同然といったらあれですけども、4000円ぐらいで買えるんですが、隠していたもので、それが12万ぐらい高かったと思いますけれども、したのを妻にお願いして、髪を伸ばして、補聴器を隠してしていた時期もあります。今はどうして補聴器はつけずにこちらに臨んでいるんですか。補聴器があった方が力になると思うんですが、はい、ちょっと理解してもらいにくいと思うんですけども、電音性難聴ではなくて、音を倍増しても中で聞こえて曲がってる音は同じなんで、つけても意味がないというような判断でしておりません。ということは、これまでの今の状態であれば、今日来たような、通訳の方、手話の方というのは必須で、はい、それがないとコミュニケーションを全く取れないということですか。はい、あと、口話、口の話すと書いて、講話を読むという講話術というのがあるんですけども、それも横浜のあるサークルに、2つのサークルに通い詰めてた時期がありますけれど、その時のある年配の厳しい先生に、手話だけじゃなくて講話も覚えなさいと言われて、一生懸命訓練した時期があります。新垣さんとの会話は全て講話でした。で、彼とはもう18年ですかね。で、やっぱり慣れれば慣れるほど慣れている人の講話っていうのは徐々にどんどんと読みやすくなりますし、皆さんご存じないと思いますけど、新垣さんっていうのはほとんど喋らない方で、とてもゆっくり喋る方なんで、その時点でも付き合いが長いということも含めてとても読みやすかったというのもありますし、正直に申しまして一方的に熱を込めて今みたいにですね、私が自分から話すことの方が多くて、彼は言葉は悪いですけどイエスマンだったので、ほとんどだからここをこうしてこうしてこういうふうにしてほしいんだよということを伝えても、うーんって言ってみたり、分かりましたって言ってみたりですね。で、すいません、話からもちょっと遠ざかってよろしいでしょうか。どうしても申し上げたかったのは、今回の騒動に至ったのはもちろん根源は私ですし、一番悪いのは自分で、今日は謝罪に来ましたけれども、どうしても違うことは違うと訴えたいのでお話ししますけれども、新垣さんが私と普通のように会話をするとか、そういったようなことはもう全くありません。そのことに関して質問がある方いらっしゃれば、現在追加でいいでしょうか。もう一つだけ、先ほど最初の説明の中で、はい、新垣さんがお話の中でギャラを釣り上げる場面があった、はい、いつもそうだったとおっしゃいましたが、
最初に提示した額と最終的に折り合ったギャラ、はい、どれぐらいの開きがあるんでしょうか。何倍ぐらいまでギャラを釣り上げてきたんでしょうか。ケースバイケースなんですけれども、例えば通常楽曲の長さとかですね、あと編成の大きさとか、そのようなことにかかわらず、これを移植と考えれば、移植料、誰かに移植されてと考えると、移植料金っていうのはやっぱ30万から最も高くて100倍なんですよね。で、まあ今日はお持ちしませんでしたけども、一度新垣さんにもう本当にやめようと言われて、ああこのままではもう急に才能も何も枯渇して、コロンビアさんが望んでいるものができなくなる、まずいと思って、その時にまず通常、まあ、80万とか100万とか公共局、次の公共局ですよね、をお願いしたんですけども、でその時の2人で交わしたサインと母印とお互いに交わした契約書みたいなものは残ってます。それが彼が納得した金額は300万でした、1曲。だから2曲で6年間で、先ほどそちらの方お話ししましたが、6年間で2曲、3年間で1曲ということですけれども、それの1曲が300万で彼が OK したということです。